ちは。こんにちは。はい、今日は井端さん、ね、よろしくお願いします。お願いします。念願叶いました。本当かよお前。いやもう現役じゃなくて、うん、昨年から行ってるぐらいじゃないですか。まあそうだな、はい、確かに1年ぶりぐらい。あ、そうだったんですか。はい、で今日はぎっくり腰、ぎっくり腰になってこの日、タイミングバッチリ。これ椅子いいでしょ。これぎっくり腰、ぎっくり腰にいいですね。そうだ、座った瞬間治りそうになったっす。いやそうだ、ね、なんか座った瞬間になんか腰が伸びたり。いやもうそうです、こんなことできなかったんで。あら、それもいい。はい、この包み込むような何ですかこの感触、素晴らしいですね。いいだろ。いや本当にな、うんうん、これ持って帰るとは言えないから。え、ね、買います。いや持って帰らなくていいね。まあそれでクライマックス、はい、見ましたね。見ましたね。はい、セパ、はい、じゃあパリーグから、そう、どんな印象を受けた。いや、 やはり下から上がってくるのが強いのかなっていうのと、やっぱり投手力がいいチームが勝つのかなっていうふうには思ってしまいましたね。あ、そうだな、はい、やっぱバッティングは水物じゃないですけど、まあ、やっぱり、ね、あれだけ西武打線が、ね、爆発しなかったんで。爆発しなかったのかさせなかったのかどっち。僕はさせなかったと思います。させなかった、はい、やっぱピッチャー良かったよな。良かったですね、ソフトバンクの、はい、うん、やっぱり初回に秋山選手で出たのは1回だけないですし。そうだな、やっぱりあの辺から始まると大量点あるところをこう分散させたのかなと思いますけどね、うん、うまく。いや一つのエラーがあったじゃない、その先の、はい、何でもないセカンドボールをさ、そうですね、ファーストボールがそれてそこから逆転食らってみたいな。そうですね、やっぱり一つのミスもそうですし、私もやったことあるんですよ。ミス、はい、珍しいね。巨人とのクライマックスやってる時に、うん、同点かなんかで、うん、亀井選手が打ったのが玉突きのように来たんですけど、ポンってエラーして、まあ、あのめったに打たれない浅尾が打たれたんですけど、すごい申し訳ないなっていう気持ちで。やっぱショックだよな。ショックですね、しかもそれが8回、うん、だから今回似てますよね、うん、はい、やっぱ流れが変わった。そうですね、何でもないツーアウトだったんで、うん、何でもない頃だったとは思うんですけど、うん、まあ一つアウトっていうか、まあそれでねセカンドかファーストにアウト、うん、投げとけばチェンジだったところをね、まあ、確か同点で済んだのところを逆転まで許してしまったんで。でもさ、レギュラーシーズンだとさそこまで覚えてないじゃん。はい、やっぱクライマックスでやっぱ傷深いな。深いですよ、もう10年以上前ですけど、覚えてますよ。覚えてるよな、はい、そういうものなんですね。いや、そういうもんなんだよ。でも圧勝だったな、ソフトバンクはね。そうですね、まあ、あと足も封じたっていうのもでかかったのかなと思いますし、うんうん、もう西武はなんか何もできなかって終わったんじゃないかなとは思いますね、うんうんうん、じゃあセリーグは。セリーグはやはりあの初戦じゃないですかね。でもさ、まあ例えば DeNA とあれがあったじゃない、はい、あの阪神が、はい、まずは、はい、あそこはね、初戦よく勝ったなとは思ったんですよ。劇的だったもんな。あんなことは多分ないです。まあ例えばさ、あの時に外野が前に守ったりだとかさ、勝っててよ、はい、センターを前にしといてみたいな、外野手を前にしといてって、はい、あの北条が打ったじゃない、うん、あの守りに関してはどう思う。いや、あれ裏の攻撃だったので、そう、 DeNA が、うん、まあ同点は OK で逆転は許さない体制の方が良かったのかなと思いますし、それぐらい余裕を持った守備じゃないですけど、まあそうすればやっぱね選手にも伝わりますんで、やっぱああやって前に行ってしまうとやっぱりね、あれ余裕ないんじゃないかとか、切羽詰まってる感じがピッチャーにもそういう風に与えてしまいますし、いや、先攻と後攻でさ、森内さん、はい、守り方違うって分かる。あ、それ分からないです。やっぱ高校だと攻撃があるじゃない。あ、もう裏にってことですよね、うんうん、だからそれを考えると、うん、ビジターとホームの戦い方と守備位置が変わってくるよな、はい、そうですね、やっぱりありますからね、長打、うん、北条選手、うん、だからやっぱりあの時に後ろに守ってれば、うん、まあ結果論でね、その
次の日ですかね、うん、乙坂選手がサヨナラホームランのようなことがあるんでね、うん、あの福留選手のホームランで、まあねうん、まあやっぱりああいう風にやって自分らが後から攻める余裕さはあの裏の時は持ってないといけないのかなと思いますけど、まあ同点でも DeNA 勝ちですから、あそうそう簡単に言えば、あだからそのクライマックスシリーズの戦い方と引き分けでいいっていうこととやっぱあるんだよね、ルールを考えるとそこまで焦る必要はなかったという、そうですね、同点でもじっくりね、うん、攻めていけば、うん、DeNA の勝利はあったのかなと思いますし、はい、でピッチャーの見切りもあったじゃない、いろいろエスコバー、はい、明らかにシーズンよりは悪かったよね、悪かったですね、あそこで代打送らずに、はい、そのまま打席に立たせて、まあもうその前の言ったらバリオスがあそこに入ってたのかっていう、そうなんだよ、あれが例えば4対1とか3対1ぐらいの接戦の時にバリオスを言ってたのかっていうのも多分あると思いますし、うん、そうだよな、短期決戦でねああいう風になった以上余裕は持っちゃいけないと思うが、そうだよな、逆にね負けてたら、うん、良かったのかなとは思うんですけど、うん、ちょっとなんか初戦すごい DeNA にしてはもったいなかったのかなと、もったいなかったな、はい、いい勉強になりました、勉強になるよな、はい、でもなやっぱり勉強になったですねあれは、うん、勉強になるっていうのは何考えてるかしてるか、それはこの将来的にね指導者なんかちょっと考えてる、まあ、そうです、匂いがしてる、そうです、またユニフォーム着た時とか、うん、まあ今も来てるしな、ね、そうですね、だからもうやっぱりね、負けてたら試すことはあっても、うん、勝ってる時に試すってことは、まあ、10点差ぐらいない限りは、うん、10点差でもちょっともしかしたらダメなんじゃないかなっていうふうには思いますよね、うん、まあ確かにさ、シーズン中と明らかに違う使い方していったよね、はい、あれに関してはどう思う、まあ、確かにテストをしてるんだったらいいよそれまでに、はい、でもなんかもうぶっつけ本番みたいな感じだった、シーズン中には全くやらなかったことをやったりとかもしたじゃない、そうですね、まあ、あそこで、ね、経験あるピッチャーが言っとけば、うん、多分もう食い止められたと思うんですよ、追い上げられてきても7対4とか、うん、やっぱああいうところで言ってエスコアをもう無理やりじゃないですけど行って、で本当だったら多分あの次の回違うピッチャー行ってたと思うんですけど、まあそうだね、さらにまた生かして、うん、で追いつかれるってことになってしまったんで、うん、やっぱりちょっとなんか もったいないっていうか、もったいないよな、まして いたんでねもう、うん、ピッチャー今永もリリーフ1回もやってないのにリリーフに入れてたという、そうですね、だからいやあのまま僕の中ではある程度8回とかまで行っちゃうのかなと思ったんですよ、打席とかに立って、うんうんうん、今永でやったらね、はい、逆に今永でもう押し切っちゃう、うん、でまた明日も、ね、今永でその辺から中盤ぐらいから押し切っちゃう、うんうん、でファイナル行って3番目か4番目ぐらいに先発させるのかっていうふうには思ってたんで、うんうん、なんかちょっと2イニングぐらいだったらじゃあ先発で良かったんじゃないかな、いやそうだよな、はい、いやだからなんかねすごいもったいないし怪嫌なことがたくさんあったんだよね、ああいう時ってベンチで選手とかはえって首かしげたりとかならないんですか、ムード的にこの使い方あれっていう風には、やっぱり選手も考えてやってるもんな、そうですね、いろいろな、まあ、1点差にせっかくこう、うん、なんていうんですかね、追い上げたのに、はい、そこが敗戦投手だったりとかすると、あれもう負けようとしてるのかなって思うし、うん、やっぱりそう思ってしまう、選手っていうのがこっち以上に敏感ですよ、うん、でもさ、ものすごく阪神苦手意識が働いてたじゃない、そうですね、あれってそういう苦手意識がそうさせたのかね、そういうこともやっぱあるよね、あると思いますね、やっぱり終盤、まあ、今永投手を先発させなかったのもその前にやられたりとか してるのもあるし、でリリーフをやってた石田が先発したんですよね、あれは、まあ、防御率がいいっていうことで、うんうん、あんまりどうなんですかね、こうデータにじゃないですけど、頼りすぎ、
やっぱりっていうところがあるか。一発勝負っていうのはそこじゃ計りしないこともあると思うし、まあ、絶対そうだよね。ましてね、セ・リーグもパ・リーグもそうだったんですけど、うん、福留が走ってみたりとか、うん、こう丸がセーフティーやったりとか、うん、あの考えられないことをやるんで、やっぱそうだよね。やっぱりね、こっちもは守る側はやっぱきっちりしたことと、うん、絶対ないっていう決めつけは良くないですよね。丸がセーフティーって言ったらやっぱ年に2回か3回ぐらいあるっていうことを考えれば、ましてあのシチュエーションで、はい、もうやってくるかもわからないという準備だけはしておかなきゃいけないっていうことだよな、ね、ちょっと DNA から外れ脱線してるんですけど、いや全然 CS 統括だもん、うん、はい、やっぱり、うん、まず福留が走った時点で巨人も思わないといけないし、福留がノーアウトランナー一塁かなんかでセーフティーバンドの構えしてやろうとしたりとかしてるってことは、うん、あこれみんなあるなって思わないと、絶対そうだな。だからもう油断するってことは CS に限って日本シリーズもそうですけど、うん、ありえない、ありえないと思いますね。あの亀井と坂本のダブルスチールもそうだよな。そうですね、うん、びっくりしました。亀井が三盗するなんていうのは思いもつかないの。そうですよ、ね、でもそれをやっぱやらすということがさ、だ相手があんまりこう頭にないことをこうやらしたジャイアンツがやっぱ上行ったということだよ ね。 そうですね。だからやっぱ内野手も含めてやっぱりね、ないっていう決めつけは、レギュラーシーズンはある程度いいとしても、ね、優勝争いしてるぐらいからはもう絶対に万が一っていうのは考えないと、ちょっとこうね、痛い目に遭うんじゃないですけど。だってジャイアンツが坂本にバントさせようとして結局遅れずに失敗したんだけど、その前マルテか、そうですね、ノーアウト1・2塁、はい、俺代打を出しても送ると思ってたんだけど、そうですね、あの時はもうビハインドですから、うん、で初球簡単に打ってサードゴロ、そう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 、なんかちょっとでその後三振三振、うん、まあ少しかなかったなと思いますね。あ、少しかなかったでしょ、はい、いやだから俺強いジャイアンツがあんなに必死にやってんのに、うん、まあ阪神も強いよ、はい、弱くはないからクライマックス来てるんだけど、そこでやっぱジャイアンツを上回るような奇襲だとかそういうものが必要だったなっていうふうに思うよね。思いますね。ジャイアンツが必死だもんね、はい、逆にそうですね、うん、あくまで優勝してるチームなんで、そこは必死なんで、それ以上いかないといけないですし、うん、あとあの西投手の落ち込みようがびっくりしてしまって、うん、マウンドで、まあ、やられたって頭になかったら想像つかなかったんだろうけど、例えば井端さんがあれをこう内野手で見ていたら、投手が気持ち的になんかこう例えば士気が下がるとか逆に士気が上がるとか、そういうのってあるんですか。いやあれはないですね。僕ちょうどああいう場面で僕ドラゴンズ入った時に、うん、二村二軍監督だったんですよ。で河合さんにツーアウト三塁でセーフティーバンドをされて、うん、セーフになったらしいんですよ、うん、それを永遠僕と荒木とか森野、うん、永遠その話をさせられて、うん、絶対にないってことはないっていうのをずーっとコンコンと言われて、いつでも河合さんあるんじゃないかとかいろいろ思ったんですけど、うん、まあだけどツーアウトだからかとかいろいろこう思って、うん、もう絶対にないっていうのは、まあ、あの場面で言ったらマルテとか、うん、巨人で言ったら誰ですか、ゲレーロとか岡本かなっていうぐらいで、まあ、ちょっとね一回でもやったことあるやつっていうのはやっぱ、うん、警戒はっていうかやっぱ意識はしますよね。そうだよな、はい、でもあのダイソーを出してさゲレーロが初球外のまっすぐホームラン打ったじゃない、うん、そうそう、あれもベンチに向かって指さしたじゃない、はい、あれも完全にダイソー出すから外のまっすぐ一本でいいよっていう、ね、誰か言ってるよね。言ってますね。へもうやっぱね緻密だわ。すごいですね。ちゃんとそう計算というか考えられてっていう。クライマックス面白かったよな。面白かったですね、うん、ああいうのもレギュラーシーズンは走ったりとかしてるから、うん、もうあの場面増田が出てきたイコール走るっていうところで一発で仕留めたあたりがやっぱりこうねチームで戦ってるなっていうのは強さを感じたな。強かったですね。はい、はい。